とトヨさんに教えてもらったけど、格納派が落ちる姿を見て、そこは日光商人が日尊師匠をハムっていうね、日光商人が御肉伝、そうそうそう、よく知ってるね、御肉伝公演の時にね。だから城代のものすごい厳しいわけですよ。だそういう人、その方、日尊師の偉いのは浅井少尉だったらもう、ざけ何言ってんだよっていやな、だからあの境目なのね、日尊師はそこで大反省するわけですよ。それはね、今でそう柿の葉っぱがあって梨か、梨の葉っぱが落ちるだけを一時を持ってと思うけども、それまでにやっぱりその増上満的な振る舞いが、日尊師というのはその後36箇所を起伏させるくらいだから、ものすごい驚愕力と、そうですよ、そう大反省してから最後に帰ってこられて、そんな皇帝になられるわけ。それずっと前の話だからね、梨の葉っぱは、はい、でその時に結局その葉っぱ一つじゃないのよ、問題はそれまでにその増上満の振る舞いがいろいろあったっていう死の目から見ればね。でその証拠にその破門されてからさ、あの一人で歩き回ってるのに36箇所をさ建立もしくは改修させてるってことは、ものすごい力持ってたってことだよね。驚愕から 神力から、それからその弁舌から、説得力から、それから人柄もそうでしょうよ。でもそれが死から見たら、それまでのいろんな振る舞いがもうここで堪忍にならんっていうのが梨の葉っぱだったってことだよ。普段真面目にやってるご僧侶はね、弟子をね、ただ一回なんかで即何時座を立つべしっていうね、それはないと思う。でもそこで偉かったのはさ、浅井松栄だったら、池田大作だったら、何言ってんだ、誰がこの寺を大きくしたと思ってんだって、こういう池田大作がそっち行くし、こっちでね、浅井松栄だったら、俺ほどの驚愕力と新人と着力やってきたものって言って、同じことなんだよ。日光商人だからそんなこと思わないだと思うけども、代々の商人ことごとく日蓮と申す心なりっていう、その日達商人をこの日達この野郎と思ったわけだから、同じことなんだよ。それで日尊だから、その 1ミリの差でもないんだけどさ、その日尊氏はそこで反省されて全国を破門された身で釈迦回るわけでしょ。毎年大山に戻ってきて、そうそうそう、北山本門寺ね、北山本門寺に戻ってきて、妖怪、日光商人を妖怪してたって、門のずっと手前で、それまれ事ですか、だから石段にね、あ、そうそう、そうそうそう、で、そんなのね、見た人いねえんだから、嘘、あんなの嘘ですよ、毎年あの、しゃくふざけんな、ふざけんな、あのね、12月31日から1日にかけては相当な人がお山にみんな参詣してるんだよ。で警備の人もすごいし、そんな姿誰一人見たことない。それ話、最近話したんですよ。でそれ、翔平さんがいたら、その場にいたら絶対大騒ぎになってるはず。なってますよ。聞いたことないですもんね。それ今思ったんですよ。今、日常の話を聞いた。それを当てはめてる。それだ、それだ。はい、今俺ちょっと今日、そう、間違いない。いや間違いない、西尊氏もそうだもん、毎年あの年の暮れに来て、で次の年今度こっち行くと思うんだよね。東をずっとこうやってきて、東で年の暮れに来て、やめたくなる気持ちが分かるよ、そのうち。いやそのうちね、こう笑うってなりますよ、まあ、こんなこと言っちゃってって、一枚一枚全部破りしてたもん、悔しくて、去年の今頃、これもそうじゃんって。いやね、そのね、だけどそのせこいね、あの器が、あの人のそのなんだろう、本当器がちっちゃいと思うんだよ。その注文のその美談をみんなこう自分の中にこう入れて、自分にこうなぞらえて書くも、だからみんなだんだん洗脳されてって、大聖人様を本当に信じてらっしゃるのはこの人しかいないとなってくるじゃないですか。それはその今の話でこうやってこう身を飾るから。よく幹部言ってません、いつまで先生をね、そんなことさせるんだって、ね、俺たちの社風が遅いからだろうみたいな、ね、そんなノリですから、ね、そうか、今の、ああそれか、まさに日尊氏のあれだよ、真似してもって面白い、ってますよね。それでね、
そのくらいその僧の恩を、まあ、言うてみればご承認芸家に対する真を貫くのも恩を報ずるのも難しいし、今言ったようなその西尊氏だって川一枚危なかったわけだからね、その時にだげんなってなればそれ終わったわけだ。でもそこで自分の慢心だったんだって反省されてから後々 日目僧人の音もするくらいの大構想になられるわけだよね。でまあ言うてあの存文系って言ってさ、要望寺系、まあ、今はほぼになっちゃったけど、あの当時まである時期まではまともだったんだから、それの祖となるわけですよ。で終生自分で本尊は所作しなかったって言ったね。日光聖人様のなすこと、日目聖人様がなすことって言って、他の文化はみんなちゃっちゃちゃっちゃと書いちゃってっていう時代にだよ。でそのくらい尊かったんだよね。ほんでそれでその次に大事なのは